なってるんだ。発掘を続けろ。ガラクタはいらん。貴重な遺物を探し出すんだ。
完全にロックされてる。おい、どうした？何か見つけたのか、BD？調べてみる。帝国の士官は異物を隠そうとしたが、崩落が起き、ここに閉じ込められたんだ。確認してみる。崩落です。発掘作業でトンネルが崩れやすくなったんだ。
黒と赤のアーマーを着た奴を倒した。ブラッカナと同じだ。パーストルーパーよ。ジェダイを狩るのに特化してるわ。じゃあ尋問官も。おそらくブラッカとは離れてるし、パーストルーパーで十分と考えてるかも。それか足止めが目的なのか。油断しないで。現場の下だ。連中は予想より進んでる。そのことは置いておきましょう。ブラッカで、あなたはジェダイだとバレてるわ。連中はまだマンティスを探してる。動かせないか。エンジンを動かすのは危険すぎる。エネルギー反応ですぐに見つかってしまうわ。できるだけ早く戻る。
行くぞ、BD-1。攻撃されてるわ。船の武器は停止中よ。オズカ、伝えてくれ。あの、待ってろ、すぐに行く。機嫌だな。よくやったな、坊主。なかなかの動きだったぞ。それで何か収穫はあったんだろうね。ゼフォの賢者の霊廟があった。フォースの使い手だ。なぜか姿を消したフォースを使う高度な文明。マスターコルドバが夢中になるのも当然ね。他には何か？姿を消す前、ゼフォはキャシークを訪れていた。彼にはターフルという友人がいた。見つけられるか？キャシークか。なあ、あそこはヤバいぞ。帝国がウーキーたちを散々痛めつけてる場所だ。なら戦いに備えよう。この生活が合ってるみたいね。あのウォーカーと戦って自信がついたのかしら。それで調子はどうなの？フォースのことか。ええ、そのことよ。抑えきれなくなると言っていたわね。今は大丈夫だ。あまり話したくはない。ええ、そうね。わかるわ。あなたが思う以上に。
なんでフォースと絆を絶ったんだ。粛清が起きて味方のクローンたちが寝返った時、私はパダワンと何人かの子供たちを連れて身を隠したけど、長くは続かなかった。帝国軍のパトロールが近くに迫ってきて、パダワンのトリラから彼らを引き離そうとした。彼女を子供たちと残して、けど私は捕まり、そして拷問を受けた。他のジェダイたちのことも聞かれたわ。何人いるのか、そして何より彼らが知りたがったのがコルドバ、彼の居場所よ。けど脱出した。ええ、囚人の騒ぎがあった。その木にうまく乗じたのよ。だけど私はもうかつての自分ではなかったわ。パダワンは助かったのか。いいえ、だからこそ諦めてはならない。親しい者たちの犠牲を決して無駄にしないように。何かあるか？特にない。平和な時間を過ごしてる。コースを決めるぞ。キャシークに向かってる。ラテロンのスペースアカデミーを首席で卒業して以来、操縦の腕は磨かれる一方だ。ラテロンにもアカデミーがあったなんて。まあ当時はできたばかりだった。あまりあの辺りには詳しくなさそうだな。それで何を学んだの？何でもだ。ファイターに貨物、短距離、長距離、その他敷地内をぐるぐる回ったもんだ。貨物船でも敷地の中を？ああ、それしかさせてくれなかった。本当にうまかったんだ。見せてやりたかった。座れ坊主、もうすぐ着く。あの封鎖を突破する気か？いいえ、それは最後の手段よ。マンティスのトランスポンダーを帝国のものに合わせてあるわ。グリーズ、うん、パワーを抑えて仲間のように振る舞うのよ。ブラッカと同じか、問題ない。余計なことはしないでくれ。スキャナーをしっかり見ておくんだ。分かった。反応はなし。連中は地上に気を取られてる。大丈夫よ。ひどい景色だ。帝国はキャッシークから資源を奪い尽くしているのよ。ウーキーたちは奴隷にされるか追い出された。危なかったぞ坊主。お前がスキャナーを見てるんじゃなかったのか。ゲリラだ。ウーキーと外の援軍が帝国軍を襲ってる。ウォーカーが近づいているわ。タークルもいるかも。そんなこと分かるものか。このまま戦場に飛び込んだりしたら俺たちだって一緒に墓の下だぞ。けど他に選択肢はない。それにすぐ助けないと危ない。
ならどうするの？妨害する。ブラッカではウォーカーをバラしてた。一台乗っとる。冗談はよせって。こいつはクローン戦争じゃないんだ。船長、船をウォーカーに寄せて。え、なんだって？待って、あのウォーカーは兵員輸送機でもあるわ。中に乗り込んだら注意して。いいぞ、グリーズ様の魔法を見せてやる。いい、よく聞いて、無事に帰ってくるのよ。そのつもりだよ。おい、本気で飛び降りるなら早くしてくれ。準備はいいか、ビディ？上に行けるかもな。よし、どっちだ。
番だ。ジェダイだ。敵だ、敵だ。ヤツを倒せ。下がれ、とにかく下がるんだ。新しい船を感知した。思った以上の戦力だな。走行はどうだ。やられてます。現在 70% でさらに低下中。反逆者を叩きのめすには十分だ。本当にうまくいった。よし、バースロット。どうした、何が起きてる。帝国プロトコル戦争20それ消せるか。嫌だぞ。今すぐ停止。はめようか。そいつがブラスターか。どうぞ。を手に入れた誰かだ。あんたは帝国を怒らせた誰かだ。帝国のランディングパッドに向かってる。手を貸してくれ。了解した。もっと怒らせてやろ。当分あそこは使えないと思う。兵士が多いな。大丈夫だ。お前はまさか二度はやらないよ。
せっかくのウォーカーを台無しにしたな。名前は？カルケスティス。そうケレラ。キャッシークには何を？人を探してる。あんたは何を？俺と仲間たちは帝国軍の補給船を潰しに来た。ここだ！それで誰を探してる？ウーキーの王者のターフル。見つけるのは無理だな。帝国の手もずっと逃れてきた。ゲリラの一人じゃ。彼は特別だ。ウーキーレジスタンスの象徴でシャドーランドから攻撃をしている。シア、グリズ、そうだ。いや、どうも。アフレをどうしたい？ジェダイの用事だ。ジェダイは死んだ。全員ではないわ。遺体を漁ったのか？マスターから受け取った。ここはウーキーが強制労働させられてる生成所に繋がっている。情報ではゲリラの仲間も中に捕まってるはずだ。なら助けよう。ターフルについて知ってるかも。あり得る。おい、ちょっと待った、待ってくれ。マンティスはいい船で、パイロットの腕も最高だが、戦闘支援のための船じゃない。私たちは帝国の通信を見張ってるわ。うまくすれば救援要請を捉えられる。感謝する。俺たちは偵察して攻撃の準備をする。先で待っている。よし、行くぞ。よくやった。ソウはこの溝の向こうにいるはずだ。渡れないな。近くに使えるものがあるかも。作業台みたいだな。どのくらいの電流を流せる？この変圧器なら帝国の回路をショートさせられる。試してくれ。
ちょっと手を貸してくれ。樹液生成所はこの先だ。帝国は樹液を何に使う？悪いことだ。樹液から重要な物質を生成し、その生産を拡大させている。連中を止めないと。そのつもりだ。なぜか連中はかなり分散している。手に入れたマップを見てみろ。頼むぞ。この生成所は収容所でもある。俺たちがこのカッターで連中を引きつける。その隙にライトセーバーを使ってウーキーたちを解放しろ。帝国との戦いには彼らがいる。了解した。中では気をつけろ。聞いたか？助けがいるって。よし行こう。ウーキーの戦士のだ。彼らもここを隠れ家として使っていたんだ。思い知らせてやる。
なトルーパーは見たことがない。早くウーキーを逃がすんだ。先に進んでくれ。さあ開いたぞ、行け。狭いな、ビーデー。クライムビートルが来るぞ。巣を狙え。ターゲットに合わせろ。重大だ。わかった。ミスは許されないぞ。消さないとまずい。楽な相手だ。問題はないか？ならよかった。本気でこいつを動かす気なのか？わかったよ。抜け道か。だから動かしたかったのか。本当は何も知らなかったんだな。カッター動かしたかったんだろ。料理に使えるかな。飛び交っているわ。救出を急がないとまずい。成功させる。